ショナルタイムに入って一層ボルテージが上がったのは広島サポーター。川村が狙っていった、川村が狙っていった、入るか、入るんだ、川村だ。さあその下で支えるのが浅野、遠目からのシュートが来た、うん、松浦と松尾が幅を取ったところになっています、はい、ロングシュートが来た、枠に当たりました。ペレイラロングシュートを狙っていった、ペレイラー、うん、対神戸アウェーゲーム4ゴール、ホームゲーム5ゴール。あー、イークラが捕まった、イークラが捕まった、空いてたゴールに流し込み、